はい、こんにちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日は、ガソリンがちょっと減ってきていたのでガソリンを入れに行っています。まあ仕事帰りにね入れてもよかったんですけれども、こうついつい忘れてしまうので、もう思い出した時にガソリンを入れに行こうということで、まあ同性君だったら屋根を開けていこうかなと思って開けたんですけれども、まだちょっと今時間が4時なので、まだちょっと日が高かったせいかちょっと暑いかなっていう感じがしますね。帽子をかぶってちょうどいいぐらいかなっていうぐらいです。ということで今からガソリンスタンドに向かおうと思います。まあ、どこのガソリンスタンドにしようかちょっと迷ってるんですけれども、後ろのバイクもなんかこうカメラがついてるので動画撮影してるのかな。カメラが何かまでは分かんないですけど、アクションカメラみたいなのがついてますね。やっぱ今動画撮影する人多いんですかね。バイクだとこうドライブレコーダーの代わりとかにもねなるんじゃないかなと思いますもんね。にしても今日日曜日で休みだったんですけれども、こう朝ちょっと調子に乗りすぎて走ってですね、走ってっていうの車でですね、走りすぎて体力が最近ちょっと落ちてるんですよね。でちょっと何かするとすぐ疲れてしまうんですけども、ちょっと調子に乗って走りすぎてしまって、さすがにこうぐたっと今までこう寝れるわけじゃないんですけども、お腹がずーっとこう調子が悪くてですね、疲労感みたいなものもかなり強いので、こうちょっと横になってて動けるようになったので、つい動けるようになるとすぐまた動いてしまう、なんかこうねうまいこと体をコントロールするっていうか、自分の気持ちをこう抑えるっていうのはあんまり得意じゃないのかもしれないですね。なのでお金と一緒でこうエネルギーっていうのもやっぱり使ったら使った分こう気力みたいなものは減っていってしまいますので、やっぱりこう回復する分と使う分っていうののこうバランスをしっかり取ってあげないと、こうずっと疲労感だったり気力っていうのが低下したままになってしまうんですよね。なのでこう自分で気力を上げる方法みたいなものをねこう身につけておくと結構助けになることが多いのかなっていう気がしますね。曲がった先のガソリンスタンドしようかな。まあね、気温は29度あるんですけれども風があるのでちょっと涼しいっていうぐらいですかね。まあ、日が当たる分やっぱりちょっと暑いのは暑いですけれども我慢できない暑さじゃないので、まだこう屋根を開けてこう気持ちがいいって言えるぐらいな天気かなっていう気はしますね。それではガソリンを入れに行ってきます。はい、オッケーです。
今日行ってきました。飲んでるんだ。はい。自分も結構行ってるんですよ。はい。で、隠し屋乗ってて。あ、いいですね。シードはね、いつか乗ってみたいと思いますよね。自分の車が買ってたんですか？いや、もう自分おじさんが借りてて。あ、いい趣味してますね。いや、綺麗に乗ってあるんですか？あ、もう結構綺麗で。でも、ぶつけように一緒ですね。ちょっと油断するとね、つぶっていきますね、雨上がりとかね。今日はオジで、オジのインカーで降りて、そのままこう、富士町にこうぐるっと回って帰ってきます。自分はこう、三瀬の方から登っていって、クルー通って、あ、セダムの方？はいはい。あ、今日、ちょうどあの、シャクナジェコ行ってきました。あ、本当ですか。うん、富士町からそのままシャクナジェコまで登って。はい。結構気持ちいいですもんね。あ、そうなんか、ニュルニュルクリングみたいで、アップダウンが激しくてね。結構バイクが事故られてるみたいで、なんかでも最近もバイク少なくなったでしょ。あ、そうなんだ。事故ってるからかな。なんか最近僕の車なんだって。なんかそこ怖い、行って走るのに飛ばしたら怖いもんね。先も見えんしね。ありがとうございます。はい、ちょっとお願いします。はい。ガソリンを満タンにしてきました。まあこれでね、だいたい1回ガソリンを満タンにすると1週間で半分切るぐらいになるので、こう週末毎回入れたらちょうどいいぐらいな感じですかね。もうあんまりあのギリギリまで減らすようにはしていないので、半分切って残りがこう4メモリぐらい、 S6 の確か12個メモリがあるので、まあ、4メモリぐらいになったら入れるようにしているので、まあ週に1回ぐらいは給油が必要になりますね。まあでもさっきのね、ガソリンスタンドのお兄さんね、おじさんがカプチーノに乗って貸してくれるっていうのいいですよね。カプチーノってやっぱり1回は乗ってみたいですよね。まだ運転したことあるかな？ないですよね。多分ない気がしますね。カプチーノもね、こう、早いですもんね。なんかオートポリスとかでレースしてた時も、こう、カプチーノと、ポルシェの911多分タイムが同じぐらいで走ってましたもん。